ヨハン・ブリュイネール。ヨハン・ブリュイネールは、ベルギー、イゼヘム出身の元自転車競技選手。2012年まで、ロードレースチームである、レディオシャック、日産のチームマネージャーを務めていた。1999年から2007年まで、ディスカバリーチャンネルプロ、サイクリングチームのチームマネージャーを務める。ランス・アームストロングで7連覇、アルベルト・コンタドールで2度と、合計9回のツール・ド・フランス総合優勝をもたらした人物とされていたが、2018年、ドーピング問題により、国際自転車競技連合から永久資格停止処分を受け、事実上、追放された。プロ選手年代は1987年から1998年。1990年、ツール・ド・ラブニール総合優勝。1991年、ルント・ウムデン、ヘニンガー・トゥルム優勝。1992年、グランプリ・デ・ナシオン優勝の実績を持つ。1993年のツール・ド・フランスでは、平均最高時速記録を樹立し区間優勝。総合でも7位と健闘した。1995年のブエルタ・ア・エスパーニャでは、総合3位に入ったほか、同年のツール・ド・フランス第7ステージで、区間優勝&マイヨ上流を獲得した実績も持つ。1999年より、US ポスタルサービスプロサイクリングチームのチームマネージャーとなり、ランス・アームストロングのほか、タイラー・ハミルトン、ジョージ・ヒンカピー、リーバイ・ライプハイマー、トム・ボーネン、ロベルト・エラス、フロイド・ランディス、ビアチェスラフ・エキモフ等といった選手たちを率いた。2005年に US ポスタルのスポンサー撤退により、新たにディスカバリーチャンネルとしてチームは生まれ変わり、アームストロングがツール・ド・フランスで7連覇を達成したが、アームストロングは同年のツールを最後に現役を引退。2005年に加入したパオロ・サボルデッリは、翌2006年シーズンも残留したものの、チーム力低下にあえいだ。2007年シーズン、サボルデッリはアスタナへと移籍したが、リバティ・セグロスから移籍したアルベルト・コンタドール、ゲロル・シュタイナーから同チームに復帰した形となったライプハイマーらによってディスカバリーチャンネルは息を吹き返し、ツール・ド・フランスにおいてコンタドールが総合優勝。ライプハイマーも総合3位に入る健闘を見せた。このほか、ヒンカピー、ヤロスラフ・ポポビッチ、ステイン・デ・ボルデル、ヤネス・ブライコビッチ、ベップシコレラを率いたが、同年限りでディスカバリーチャンネルはスポンサー及びチーム活動を停止した。2008年、コンタドール、ライプハイマー、ブライコビッチがアレクサンドル・ビノクロフのドーピング騒動により、チームが瓦解しつつあったアスタナに転籍するや、ブリュイネールも過去の実績を買われて、アスタナのチームディレクターに就任。またアンドレアス・クレーデンが、すでに2007年よりアスタナに在籍していたこともあり、旧ディスカバリーチャンネル時代にも引けを取らない強力なチーム力が備わった。しかし、アモリス・ポル・オルガニザシオンと国際自転車競技連合が当年のツール・ド・フランスの主導権争いをめぐって、シーズン前から対立を極め、2月13日、ASO が主催するレースに2006年、2007年のツール・ド・フランスで、ドーピング問題に揺れたアスタナを招待するわけにはいかないとして、ツール・ド・フランスへの招待状を見送った。また、ASO の動きに同調していた、ジロ・デ・イタリアの主催である、RCS スポルトも、ジロ・デ・イタリアに当初は、アスタナに対して招待状を送っていなかったが、2009年のツール・ド・フランスでは、コンタドールが総合優勝に返り咲き、4年ぶりに現役復帰した。アームストロングも3位となったことで、それに伴って、ブリュイネールのマネジメント能力を再評価する向きも散見された。しかし、その直前の7月2日、アスタナチーム創設の主要メンバーだったビノクロフが、自身の出場停止期間終了に合わせて、現役復帰を発表。自分の復帰を受け入れないなら、ブリュイネールは、チームを去るべきとの発言を受け、この年限りで監督を辞任した。同年、ランス・アームストロングが立ち上げた、チームレディオシャックのチームマネージャーに就任。ランス・アームストロングのドーピング問題も、参照ランス・アームストロングのドーピング疑惑に関連して、ブリュイネールの関与疑惑も取り沙汰されている。ありがとうございます。